岡山県立美術館で、2020年12月8日から始まった展示なんですけれども、第10回アイシ賞受賞作家展になります。でスプーで、その先にある景色で4人で展示をしたものですね。要は第9回と第10回に奨励賞をいただいた4人が展示したものです。そうですね、この展示はもう写真も OK っていうことで、なってるんですけれども、で入ってすぐのところが私の展示スペースです。で入ってすぐ左に、5つの頂点っていう作品なんですけれども、これは、5つの石をこう和紙で包んで、でその5つの、その包んだ時にできた、立体ですね、紙でできた。でその一番頂点というか、一番高いところからその墨の墨汁をこう流し入れてできた線になります。なんで5つかっていうと、自分がこう立って、手をこう、片方の手をこう上げて、なるべく高い位置にこう手を伸ばすと、一番頂点が5つの指であったっていう、ことで、自分の限界っていうか、そういうところをちょっと考えてた作品でもあります。で要は、その紙で、包んだ時にできたその立体の状態で墨の、線がこう流れて、重力だとかそういう自然、現象として、でできた線が、和紙って強いですし、水張りって言って水を含ませてこうパネルに貼って、それから乾かしたらそのきれいにシワが全部取れて、もうフラットになるんですね。要はその立体でできた線を、二次元で見せたいのが、もともとそのこれのこのこういう、シリーズの作品の始まりでもあります。影がとどまるところっていう作品があるんですけれども、これは、さっきの5つの頂点っていう作品で和紙でこう石を包んだ時に、その立体状態からその線が流れてるんですけれども、その流れてるその立体状態のその線を 3D ペンでなぞったんですね。要はその立体のままその線をちょっと型取りたくて、その型取った線を、要はその影を見せたかったんですね。なのでその、立体でできた線がそのフラットに見せる、二次元で見せるっていうことと、プラスチックでできた立体でできた線をの影をまた見せる、影でもその濃淡が見えるし、同じような絵柄っていうか線ができているので、それと比べて見れたらなと思って、その隣り合わせで置きました。それから、ここが広い会場になっているんですけれども、その、今、焼き物の作品とかは中原浩二さんっていう方が、陶芸家が一緒に同じフロアで展示をしています。そうです
ですね、流木も同じその中原さんの作品の一部ですね。でこの今前に見えてる作品は、そうですね、これは同じ時期にちょうど岡山市芸術祭の一環で、あの街中の、まあ、お店とか、まあ、お寺とかと、まあ、コラボして、まあ、その場所に展示をするっていうあのものがあったんですよ。でそこでちょっと声かけられて、私は陰陽寺というあのお寺を担当することになって、その陰陽寺を思った時にあの作品を作ったんですよね。で本当はこれはお寺で展示するはずだったんですけれども、ちょっとこれは顕微の方があのいいなと思って、やっぱり大きさもあったし、それで、まあ、顕微で展示をするけれども、やっぱりその陰陽寺の陰をそのテーマ、うん、その作品名に入れてあの展示しています。で次が、直径、3メートルの円形の作品になります。まあ、これの作品名が月と光、そして太陰帳っていう題なんですけれども、そのこれは、和紙に銀箔を貼って、でそこにその、まあ、墨でその5つの頂点と同じシリーズのその墨でできた線があって、元のうん、それをまあトレーシングして、まあ、銀箔の上に写し描いて、それから色付けをどうするかというと、やっぱり私ってその環境だったりその時の状況でのまあいろんなやり取りっていうか、環境だったり全てのことがこう関わってのあのもの成り立ちっていうか、それをまあ 大事にしているので、で色付けもあの、まあ、銀箔の硫化ですね、硫黄の、まあ、粉を燃やしていぶしてその変色させるっていう方法でしています。なので、まあ、徐々にその銀箔は反応して、化学反応ですね、で薄い、まあ、金色から徐々に、まあ、茶色、赤で青で最後は黒になるんですけれども、まあ、ちょうどいい時に、まあ、全て出して、まあ、止めてあります、コーティングしてあります。でその月と光、そして太陰帳っていう台なんですけれども、やはりその墨がまあ立体の状態で流れるのも、まあその、うん、和紙を大地と例えて、まあ、山あり谷ありっていう、まあ、立体状のそういう形として、まあ、考えて、それでその水の流れる、墨汁が流れるその様子の、まあ、後なんですけれども、その、うん、流れてるのは要はその重力があっての、この地球だからこそそういう反応があって、でその水の流れるっていう動きとして、一番なんて言うんだろう、最も遠いあの言葉っていうか、ことをちょっとこう認識させたかったんですよ、要は。なのでその月の引力でこの海のまあ干満っていうかが、まあ動きがまあ影響されてるわけで、でその水の動きが月の引力と関係があるっていうことを含めての、そうですね、まあ、太陰帳っていう言葉をあの、うん、作品名に入れています。そうですね、まあそうですね、この県立美術館の展示は、まあ、この 1,2,3,4 点ですね。はい、以上です。
このタイムラプスの方はそのさっき、月と光そして太陰鳥っていう、まあ、直径3メートルの円形の作品の設置様子ですね。でそうですね、こう半分半分に分けて制作しているので、まあ、それの設置したらこう丸く円形になるっていうのが見れるのじゃないかなと思います。これは月と光そして陰っていう陰陽師の陰っていう漢字を使っています。これは、まあ、岡山市芸術祭でお世話になったその陰陽師っていうお寺で展示をするっていうことになって、そうですね、そこを思って作った作品です。でもそっちで展示せずに、まあ、顕微の方がこれはいいなと思って、だからこっち、まあそうですね、顕微の方にかけて展示をしました。なのでその陰陽師の陰を作品名に入れております。はい、うん、なんかなんて言うんだろう、うん、その隙間どうだろう、なんか空間的ななんか、うん、余白だと思います。つなげずにちょっと合間合間を開けてるのもやっぱり何かしらその、うん、空間感っていうかを入れたかったと思います。うん、まあ即興でそこで決めてるので、うん、はい、こちらは5つの頂点の、まあ、設置様子ですね。これも、まあ、2つに分けられて、うん、1つになるっていう作品ですね。なんかこう対照的な形が多いですね。右と左とか2つに分けられて1つになるっていうのが、うん、結構あるかもって思いました。はい、こちらはそうですね、入ってすぐ左の場所であった県立美術館でのまた設置様子なんですけれども、その5つの頂点の作品の右にあった作品なんですけれども、影がとどまるところっていう作品です。で要はその影を見せたかったので、まあ、天井に吊るしてで照明を当ててでその様子をまあその場でこう変えながらいろいろとでちょうどまあいいところでこう止めてっていう形で、やっぱりこういう作品っていうかやっぱりこの場所じゃないと来てみないとわからないし、その場でのそうですねいろいろ、うん、環境とかも関わってくるものなので、まあ楽しかったです。はい、以上です。これは、うん、県立美術館に作品を、まあ、日中さんが来られて、運ぶ様子なんですけれども、その運ぶ前に、まあ、箱詰めっていうか、うん、箱を、まあもともとはまあその作品のサイズを伝えたらそれに合わせて箱を作ってくださって、そこにまあ入れて持っていくっていう感じなんですけれども、今回はそのなんて言うんだろう、サイズをまあ定めてなかったので、うん、来られてから、まあ、箱を作ってくださった様子です。うん、だからこれもなかなかまあ見れないんじゃないですかね。なのでタイムラプスで撮っておきました。はい、そうですね、県立美術館で2020年、うん、12月8日から始まった、まあ約1ヶ月ぐらいですかね、展示を1ヶ月半かな、うん、展示をさせていただいて、まあ、その時に一緒に展示をした吉行あゆ子さんと、あと中原さん、浩二さんと、あと小林さん、写真家の、うん、で4人で
したんですよ。なので写真と、まあ、絵画とで陶芸とこういうふうにまあ、ジャンル違うのが良かったかなって思ったりで、すごく素敵な作家さん、たちですし、すごく、まあ、設置から、まあ、最後までとても楽しかったですね。でその、まあ、今回アイシ賞受賞作家の、その、まあ、受賞してから3年後に、する展示なんですよ。なのでその、そうですね、3年後にどれくらい、まあ、変わったとか、どれくらい、まあ、成長したとか、まあ、そういう発表にもなるんですけれども、うん、その私にとってはこの展示がものすごく起点、なんかそうですね、なんか変わり目じゃないけど、なんかものすごくたくさんの、人々からの、まあ、つながりができたりした展示でもあったんですね。なのですごく多分忘れられない展示になったと思います。はい。で一段なんか成長したと思いますし、でその分これからもっとどういうふうに行きたいとかをもっと考えさせられた展示でもあったので、また、これからもいろいろと興味を持ってくださったらすごく、はい、嬉しいと思います。なのでまたよろしくお願いいたします。はい。はい、チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。